はい、それではおはようございます。やっていきましょう。よし。じゃあやっていきますか。もう少し奥でやるか。こんちくわ。よし。こんちくわでございます。コーチが一番真ん中ね。強く練習してて。まあ、やればいいけど。はい、ただいまリハーサル中でございます。まもなくスタートしていきます。登場していただきましょう。フリータイムアカデミーの皆さんです。どうぞ。はい、拍手。オッケー、ありがとうございます。はい、ということで総勢で7名でパフォーマンスをやっていきたいと思います。気をつけて。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあいきましょう。まず基本的なのがリフティングになります。まずね、リフティング得意でところを見せていきましょう。まず足元からいろんなところを使っていきます。ももまずは小学4年生のケンタ、前に出てください。拍手。 OK、 こんな小柄な格好ですけど、ちょっとアクロバットの技が得意。じゃあまずですね、ポーズを取ったら皆さん大きな拍手よろしくお願いいたします。じゃあ行ってみよう。ケンタ3、2、1、よいしょ。 OK、 拍手。続きまして同じ4年生のいぶき。いぶきは足を交差してボールを蹴るクロスオーバーという技が得意です。やっていきます。3、2、1、よいしょ。 OK、 完璧、拍手。はい、両学4年生同じくライガー。ライガーはね、フリースタイルフットボールとね、ダンスもね習ってパフォーマンスが大好きでございます。やっていきましょう。レッツゴー。 OK、 はい、拍手。そしてさっきもね、リフティング披露してくれました若ちゃん、小学6年生でございます。なんと若ちゃんですね、先日ユースフリースタイルフットボールチャンピオンシップというね、世界大会がオンラインで行われまして、15歳以下の大会がありまして、なんと世界でベスト8に入りました。こういうあのフリースタイルフットボールっていうちょっとマイナーな競技でも世界大会あるんですよ。で、じゃあ披露してもらうのは、よくねプロのサッカー選手もやってます。足、あ、ボールの周りを足くるっと1回転回します。アラウンドザワールドっていう技ね、やっていきましょう。世界一周やっていきます。3、2、1、よいしょ。 OK、 完璧。そしてで続いて出てくるのは小学同じ6年生のリョウ。なんとリョウは去年は2020年なんと小学生の全国大会で日本2位になりました。もうリフティングしてやる気満々ですけど、なんとですね、次見せるのは、さっき若ちゃん足くるっと1周回しました。次は空中でなんと高速で1周回します。ダブルアラウンドザワールドっていう技、ちょっと高速で足回すので、ちょっとまばたきしそうだなと思った子供たちはこうやって押さえといて絶対見逃さないから、りょうくん1年かけてこの技ね習得しましたんで、見事ですね、ちょっと緊張してるんですけど、見事成功したら大きな大きな拍手お願いします。じゃあやっていきましょう。リフティング長くなっちゃったけどごめんね。じゃあやっていきます。成功するか。3、2、1。おっ、 OK、 大きな拍手。あとでソロショーをしますので、ぜひ皆さんですね、皆さんのタイミングでね、お客さんの方向いたタイミングで手拍子や拍手などしてぜひ見てていただけたらとっても嬉しいなと思っております。では最初パフォーマンスをするのは小学6年生のりょうくんです。じゃあ他の人退場。 OK、 じゃあ今日が初ソロショーケースということで、ね、ちょっとね緊張してると思いますが、皆さん技が成功したらですね、大きな拍手よろしくお願いいたします。それでは皆さんからスタートの合図いただきましょう。皆さんパフォーマンス見る準備 OK ですか？ちょっと拍手小さくない？大丈夫？皆さんパフォーマンス見る準備 OK ですか？ OK、 それではやっていきましょう。フリースタイルフットボーラーのリョーパフォーマンス。
がとても、ね、楽しくパフォーマンスさせていただきました。じゃあ最後お礼を言っておしまいにしましょう。本日のパフォーマンスさせていただきありがとうございました。フリースタイルトボールアカデミーパフォーマンス終わりました。お疲れ様でした。はい、じゃあ解散。